ところにブロックを貼るんですけどね、ブロックを貼った時にここもやっぱりこことここが真っ平らになってる、要はこれがちゃんと、これちょっと今ガタがありますけど、ここに貼った時にこれがやっぱりこう、こうなったりこうなったりしない、例えば中でもこうなったりしないように、ここの面はこの面とこの面、こことここ、こことここ、まあ裏側ですね、であとここ、ここも、はい、まあ、ここ全部ですね、はい、ここ要はブロックを貼り付けるところがちゃんと平らになってますかというところを、確認してもらったら、あとこのブロックを切って貼っていくということですね、はい、今日はこの横側をずっと削っていきます。これを切るんですね。でまずね、その前にこの裏板をどっちを裏に、裏板側にするか決めてほしいんですよ、はい、どっちでもいいんですよどっちでもいいんですよ、はい、じゃないと、どっちかを基準にしてやるので、こっちを裏、こっちを表ってこう、じゃあこっちを裏で裏にしますか。じゃあ裏にするんだったらば、裏の方にこうブロックを立てるんですけど、どう言ったらいいかな、高さがあるんです、要はこっち側が118でこっちが115になって、はい、こういうふうに傾斜がつくんですね、はい、傾斜がつくんですね。で、まあ、傾斜つかないやり方もあるんですけど、傾斜大体つくので100、こっちが118、こっちが115ミリなんですね、はい、で、まあ、16、17、18というふうに、まあ、1ミリずつぐらいこう、こういうふうになるんです、はい、でこっちが裏板なので裏板側が斜めです、で表板側は平らということで、こっち側の裏板側がこういう風になるように、なるようにあのブロックを作ります。ちょっと119か120ぐらい、のちょっと 1,2 ミリね、はい、大きめに切ってください。で、もっと大きく取ってもいいんだけど、結局削らなくちゃいけないので、まあ119か120ぐらいで、はい、このブロックを作ってください。わかります。で、まずこっちは119、でこっちはあれ、これがあれ入らないの、あれなんで、こっち入りますよね、あれちょっと狭いの、あわずかに狭い、あじゃあ広げますか、ちょっとだけ広げましょうか、あのまあこれが入ればいいので、ここはあの少々空いてても大丈夫なんで、はい、はい、じゃあちょっと広げておきます、はい、ここ入るのここだけ狭かった、おかしい、はい、ここだけちょっと狭かったまあこれと同じぐらいで、はい、なればということで、はい、
118ですよね。はい、118プラスアルファ。ブロックをボンドでくっつけたので固まるまで放置しておきます。これはね、日本式でいくならば日本式でやるならば西洋式のどっちでもいいんですけど、西洋式でやるならば、日本式でやるならばこうして、ちょっとだけ、ちょっとだけ傾きがついて、ちょっとだけ傾きがついて、まあ、これ今、刃を全然調整してないけど、こういうふうに、こっから、こういうふうに、まあ、こうですね。で、あんまりいきなり刃を出すと、カツンって当たって割れてしまうので、あんまりこう、なんていうんですかね。刃を出さないようにして、で、西洋カンナでこっちでやるときは今度逆なので、これは今こう逆にして、こっちにして、こっち側からこう取り出す。なるほど、はい、こういうふうにすると突っかかるので、はい、斜めにして、斜め45度ぐらいにして、この刃を45度にして、要はあの刺身を切るようにこうやってもらって、で 1.6 ミリまで、1.6、はい、ただ 1.7 とか 1.8 ぐらいに近づいてきたら、ほんまにまだ今3ミリぐらいありますから、じゃあ半分ぐらいにする、はい、半分ぐらいまで、はい、ただ半分にするのでも勢いよくやってるとガツンって刃が入るとそこはダメになってしまうので、うん、まあでも1箇所2箇所ダメになってもこう切り分けて最終的にこう横板のところを切り分けて取るので、一箇所ぐらい傷があっても、そこを飛ばせばいい、はい、で最後の最後になってきたら、これは台直しガンナ、これおすすめなんですけど、これ台直しガンナってね、カンナを直すカンナなんですけど、こう直角に、直角の刃が直角なんですけどね、でちょっとしか今出てないんですけど、これはね、スクレーパーなんですけど、
これものすごく綺麗なスクレーパーなので、うん、最後の仕上げはね、この台直しが、ね、おすすめです。じゃあ 1.7 ミリぐらいになってきたら、はい、もうこれおすすめです、はい、ザラザラしてますね。ザラザラしますか、うん、傷がね、結構入ってます、もっとつるんとして、あ、これね、この辺多分傷がいっぱいある。まあ、多分大丈夫なんですけど、そのスクレー、それでやれば多分取れると思いますけど。ああ、すごいわかる。わかるでしょ、うん、こういう、こっちのじゃあ刃を出しすぎてたうんかもしれない、はいはい、なんかあっという間にもう2ミリぐらいまでいって、ああ、はいはい、もっと時間かけてもいいですか、うん、まあ時間っていうかここなんか随分こう差があるでしょ、こう触ると分かるから、ね、だからこういうのは別にいいんだけど、そのこうぐさ折れてるやつ、こうザクってこういうやつ、ね、これはなるべくない方がいい、ね、はい、少し切れないでしょ、少し、うんうん、少しだ、ね、少し。まだ終わってないけど、今日はここまで。